では自己紹介からお願いできますか。部長の平岡文です。副部長の高橋美優です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では部長の平岡さん、はい、まずやり終わっての感想をお願いします。はい、前の県大会よりも本当にみんな上達していて、うん、息が揃っていてとても楽しかったです。素晴らしい。じゃあ高橋さんいかがでしょう。これまで演奏、この演奏のためにしてきた練習の成果がすごい出ていて良かったなと思います。ああ、良かったです。今回アンケートでですね、この曲は以前録音のコンクールで演奏したことがあったと。これ録音ってことはコロナ禍での演奏だったってことなんですかね。はい、そうです。そうですよね。そこからこうやって人前で演奏できるようになりましたが、改めて部長の平岡さんはどう感じていますか。お客さんがいることで少し緊張感があって、とてもいい演奏ができると思います。うん、何か誰かに届ける感っていうのもね、増しますよね。はい、ありがとうございます。じゃあ高橋さんにはどんなところを練習で気をつけてやっていたかっていうのを教えてもらえますか。最初はなかなか打楽器の最後のところが合わず、すごい練習してもなかなかだったんですけど、うんうん、それでも先生の指導ですごいやっと合うようになってきて、すごい息が合うようになってよかったいうところを頑張りました。3曲とも全て表情が違う演奏で、私はとても楽しませていただきました。ありがとうございます。では、お二人の将来の夢も伺いたいんですが、平岡さんはいかがですか。博物館の学芸員になりたいです。おお、それはなぜなんですか。私は社会や歴史が好きなのもあるのと、あとお父さんが学芸員で、仕事をしているところが憧れを持ったからです。お父さん今日来てるかな。来てます。いや、今日来てないです。来てないか。それ伝えてあげたらとっても喜ぶね。ありがとうございます。では高橋さんの夢も教えてもらえますか。まだ決まってないんですけど、人の魅力を最大限出せるような、人を笑顔にできるような仕事に就きたいなと思います。素晴らしいですね。ぜひアナウンサーも一つ検討していただけたらとっても嬉しいです。ありがとうございます。ではお二人に大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。